京国際映画祭観客賞受賞、コロナ禍だからこそ刺さりまくる傑作恋愛映画をご紹介。どうも岡はじめです。本日取り上げる作品はちょっと思い出しただけでございます。ロックバンドグループクリープハイプの尾崎世界観がジム・ジャームッシュ監督の映画ナイト・オン・ザ・プラネットに着想を得て書き上げた新曲ナイト・オン・ザ・プラネットをもとに松井大吾監督が書き上げたオリジナル映画でございます。主人公は怪我で夢を諦めた元ダンサーのテルオとタクシードライバーのようです。本作は2人の6年間に及ぶ別れから出会いまでを逆行して思い出していくという物語です。花束みたいな恋をした僕たちはみんな大人になれなかったブルーバレンタインなどの恋愛映画と、まあ、比較されることが多い本作なんですけども、しっかりと監督の松井大吾節が炸裂した作風になっていますし、他の恋愛映画とは全然違う余韻を鑑賞後に味わえる作品となっています。松井作品といえば現在と過去を断片的に切り取りごちゃ混ぜに構成して、展開していくという作品が、まあ、すごく多いんですよ。テーマは普遍的なんだけども演出は非常に独創的、なので人によってはかなり好き嫌いが分かれる作家性を持った監督さんです。分かりづらいと、もう意味が分からないという声もあれば自分自身と重なる部分が多くてすごく刺さったという声も多いです。ただ本作はこれまでの松井作品と比べるとかなり分かりやすかったと思います。しっかりとこう当てに来た作品だなという印象です。そこはちょっと驚かされました。ちゃんと本格派ラブストーリーになっていましたからね。芸術性も過去作よりは若干抑えめです。なのでこれまでの松井作品にあまりハマらなかったという方はもしかするとこの作品でハマる可能性はあります。なのでぜひね見てほしい。あと今回キャストがむちゃくちゃ豪華なんですよ。過去の松井作品で主役を張った俳優さんであったり大物俳優がたくさん脇役で出演しています。松井作品アベンジャーズ、松井作品アッセンブルみたいになっていますので、まあ、これまでの松井作品を見たことある方はねその辺のね誰が出てるのかっていう点にもねちょっと注目して見ていただきたいです。ここから先ネタバレありでお話ししますのでお気をつけください。今回も僕が個人的に印象に残ったまたはここは重要だなと思ったシーンカットを取り上げながら感想を語っていきます。俺的ベストシーン5選、ストーリー順に取り上げていきます。一つ目はですね、冒頭の安西カレンさんを乗せたタクシー内のシーンでございます。ちょっと安西さんの役名がわからないので実際の名前を使わせていただきます。21歳でタクシー乗れる気分ってどうですかというような質問に対して安西カレンさんが最高ですって言うんですけども、その後すぐにでも昨日辛いことがあったと、でも辛いというふうにねこう言うわけですよ。ちょっとこうニュアンスはうる覚えなんですけども、この浅い人物のように見せて実はというこのギャップ演出、映画ナイト・オン・ザ・プラネットにもこういったギャップ演出があるんですけども、まあ、映画始まってすぐにこうハッとさせられましたよね。安西カレンさんというキャスティングもねいいバイアスがかかってて本当に良かったです。短い掛け合いではあるんですけどもすごくこうキャラクターの深みを感じられるシーンでしたし、また辛いことがあるけども今タクシーに乗れて最高ですっていう風にも捉えることができるわけじゃないですか。映画始まって冒頭いきなり映画のタイトル通りの展開というか、まあ、この映画の伝えたいメッセージがこうセリフにこうちゃんと乗っかっている点っていうのはねこうすごく良かったです。1回目見終わった時はもう忘れてたシーンだったんですけども、2回目見て改めてあすごくこう重要なシーンだったなっていうことに気づかされましたね。続いて2つ目のベストシーンは陽とニューヨークの屋敷さんが演じるコータが出会うシーンです。掛け合い自体がまず面白かったです。そして先ほどの安西カレンさん同様いいバイアスがかかっているんですよ。あの軽いノリ、軽い男のように見えて実は真面目に交際相手を探していたコータという単なるコメディリリーフとしての登場なのかなと思いきやとんでもなく重要な役柄でしたね。まあ、ここも2回目見終わって改めてこの脚本の緻密さに気づかされました。要は思ったことをちゃんと言葉に乗せて伝えてほしいタイプの女性です。一方テルオは言葉に乗せなくても分かってくれると思ってくれるタイプであり、言葉に乗せるのが上手くないタイプの男性です。この考え方の違いが、まあ、二人の別れを生んだわけですよね。しかしコータはですね、毎日 LINE するからと、
一生幸せにするんだという、まあ、テルオなら絶対に言わないセリフを言えちゃう、まさにヨウが求めるドストレートなタイプの人間なわけです。だからこそコウタとヨウは結婚したわけなんですけども、この伏線は本当にすごいなと思いました。2人が同棲していることが判明するラストシーンでね、こう驚いた人も結構多かったと思うんですけども、まあ、僕も驚いたんですけども、実は振り返ると必然だったということですね。続いて3つ目のベストシーンは、怪我をしたテルオと迎えに来たヨウによるタクシー内の会話シーンです。2人の亀裂を決定づけたシーンですね。主に2つ驚かされた点があります。1つは撮影方法ですね。あの長回しの会話をどうやって撮ったのかなと。グリーンバックを張ってるようには全く見えないし、本当に運転してるならカメラをどうやって置いてんのとも思ったし、鑑賞しながらねそこは気になりました。まあ実際はですね、あのシーンタクシーを牽引して、まあ撮影しているそうでございます。そしてもう一つはですね、ヨウとテルオどちらか一方だけを悪者にしない、悪者に描かない、松井監督のバランス感覚です。ここもね、脚本の緻密さと言った方がいいのかな。相談してほしいヨウと心配かけたくないテルオがぶつかるシーンなんですけど、ここね個人的には本当に感慨深いシーンでした。まあ、どんなテルオでも支えるよというヨウに対して、そんな簡単に諦めきれるかっていう風にねテルオが言ってたじゃないですか。このね折り合いをつけることを提案するヨウと折り合いをつけることができないテルオの違いなんですけど、ヨウは昔演劇をやっていて、それをやめた経験があるんですよね。その時にヨウが気づいたのが、やめたとしても自分がなくなるわけではないということです。それを教えたかったわけですよね。だけどテルオはヨウの想像をはるか上に行くほどダンスに対する思い気持ちがあるわけです。そんな簡単に夢を諦めきれるかと。お前の演劇に対する気持ちと俺のダンスに対する気持ちを一緒にするんじゃねえと。お前に俺の夢の何が分かるんだバカ野郎っていうことですよ。この思いのズレ、どちらもね悪くないんですよ。どちらも悪くないからこそ、絶対にこう交わらないズレというか、すごく考えさせられるシーンでした。この描写は特定の人たちからすると非常に生々しく感じるシーンだったんじゃないでしょうか。松井監督は自身で劇団を運営している方なんですけども、おそらく演劇と触れ合ってきて実際に感じたことをこのシーンに落とし込んでいると思います。まあ演劇の世界って、まあダンスの世界とか音楽の世界もそうかもしれないですけど、強くプロになりたいと思ってる人と、できればプロになりたい人と、まあ、趣味でやってる人と、いろんな人たちが混在しているんですよ。そういった意識の違いが人間関係を歪ませてしまうことがね、演劇の世界って結構あるんですよね。まあ、僕も少し演劇をかじっていた経験があるので共感したシーンなんですけど、すごく生々しいなと感じました。あとこのシーンの、まあ、ラストもね秀逸でしたね。追いかけねえのかよっていうヨウと、追いかけられないテルオっていう、このダメ押し描写、ちゃんとねここもバランス感覚が保たれているし、まあ、その上で完全に2人の関係が終わったことを印象付ける秀逸なシーンでございました。続いて4つ目のベストシーンは、テルオの告白シーンでございます。怖くてなかなか素直に、気持ちを吐き出すことができないテルオに対して、ヨウがうまくね扇動しながらどこが好きかを言わせるという、初めて見ましたねあんな告白シーン。お互いが初めて出会った時はあんなに頼もしかったテルオが、あそこだけ本当に幼く見えましたもん。あの不器用さ、現代っぽいって言えば現代っぽいんですけど、なんかイラつく愛おしさを感じました。あとここぞっていうところで女性の方が頼もしく見えるというのは、実際の恋愛でもよくあることなので、まあ、初めて見たパターンの告白シーンではあったんですけども、既視感も同時に感じられるシーンでした。続いて5つ目のベストシーンはラストカットです。まずね、よくあんな映像を撮れたなと思いますね。あれはすごい、本当によく撮れましたよ。もうだいぶ待ったんでしょうね、あの絵を撮るためだけに。そして無言でエンディングを迎え、歌詞でその時のテルオの気持ちを表すという、うまい演出、もう素晴らしいエンディングでした。見終わって1日経ちますけども、未だにあの曲とあの映像が頭から離れないですもんね。またヨウのベランダでの表情とテルオの背中の対比が、まさに2人の個性の違いを表してるなというふうにも思いました。表情で語るヨウと背中で語るテルオ、いろんなことを経験しての今のこの2人なんだなっていうふうに思う
と非常に感慨深いですし、まあ、とんでもないカタルシスでした。カタルシスを感じすぎて放心状態で、劇場を後にしてしまいました。そのぐらい素晴らしいラストカットだったなというふうに思います。はい、まあそんなところでございます。他にも一人だけ時間を超越するジュンの登場シーンだったりだとか、語り尽くせないくらい印象的なシーンがすごく多かったです。これまでの失恋映画とはまた違う自己肯定感が高まる失恋映画でございました。面白かったです。感想は以上になります。よかったらあなたの印象的なシーンもお聞かせください。この動画が面白かったという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。